販売の鉄則なんですが、どんなにいいものを作っていくらで売っています、いかがでしょうかといった感じで背中を押さないとまず売れません。今回は買わなくていいかという感じで購入を諦めて帰ってしまうわけです。こんにちは、画家の黒沼です。今回は画家はポストカードも複製画も売るなというテーマでお話ししていこうと思います。もし今あなたが個展を開いているのに全く絵が売れないんだとしたら、それはポストカードなどのグッズを販売しているからかもしれません、というお話をある画家の成功例を紹介して解説していきます。こちらのチャンネルではこのように絵の売り方や描き方、絵の仕事の取り方など画家として生きていくための様々な方法をじっくり解説していきます。あなたの作家活動に役立つこと間違いなしなので、ぜひチャンネル登録をお願いします。さて、それでは早速始めていきましょう。毎年個展をやっていたのに1枚も絵が売れなかった画家の話。毎年同じ場所で個展を何年も開いているのに1枚も絵が売れません。ある画家さんからこんなお悩み相談をいただきました。毎年同じ場所で個展をやっているので毎回絵を見に来てくださる方は結構いるのに絵が売れない、こんな状態だったらしく、ポストカードやグッズは売れるのですが絵が売れないので個展は毎年赤字で、次回の個展で作家活動をやめようかと迷っていたようでした。この画家さんに私は3つのアドバイスをしました。このアドバイスをすべて彼は素直に実践し、1回の個展で4枚も絵を売るという素晴らしい結果を出してくれました。これまでずっと作家活動を続けてきたのに絵が1枚も売れず、作家活動をやめる寸前だった彼が最適な準備をしたことで4枚も絵を売ったのです。しかも素晴らしいのは、彼は自分の作風を全く変えず自由に描いたファンタジックな絵でこの結果を出してみせたのです。これは本当に素晴らしいことです。私が彼にしたアドバイスはこの3つでした。グッズやポストカードの販売をやめること、キャプションや作品解説ボードを用意すること、できるだけ会場にいて接客すること、この3つです。これらを実践すれば皆さんの絵もこれまで以上に売りやすくなると思います。1つずつ解説していきます。1、グッズやポストカードの販売をやめること。まずはこちらです。彼は毎年同じ会場で個展を何年も開き、個展を開けば必ず来てくれるような個展のファンを何人も抱えていたようでした。彼の個展を楽しみにしている方がすでにたくさんいる状態だったわけです。にもかかわらず絵が1枚も売れない。話を詳しく聞いてみると、グッズやポストカードは売れるけど絵は売れない。こんな状況のようでした。これは間違いなくグッズやポストカードがあるせいで絵が売れないんだと私は直感しました。彼の作風を気に入っていて、彼を応援したいファンはたくさんいるけど、原画よりもずっと安いポストカードが売っているからこれを買えばいいや。こういう状態のお客さんがたくさんいる状態だったわけです。もしポストカードがなかったら小さい原画を買っていたのに、ある意味ポストカードという安い商品で逃げ道を作ってしまい、売り上げを伸ばし損なっていたわけです。すでに絵がバンバン売れている画家さんでも似たようなミスをしていることがあります。ポストカードやグッズ販売こそしていなくても、小さな絵ばかりを並べているせいで、小さな絵がなければ中くらいの絵を買っていたはずのお客様を逃してしまうなんてケースもあるのです。もちろん売り上げを伸ばすことが全てではないですが、赤字続きで個展を続けられない、そんな状態の画家さんはこういった売り上げを伸ばす工夫をすべきだと思います。次がキャプションや作品解説ボードを用意すること、これです。お次はこちらのアドバイスです。これも見落としがちですが、絵を描く方はお金やセールスに対して罪悪感を持っている方が多いので、絵の値段を明記せずに展示をして絵が売れないなんて悩んでいる方もいらっしゃいます。これは販売の鉄則なんですが、どんなにいいものを作って絵を買う前提で会場に来たお客様がたくさんいても、いくらで売っています、いかがでしょうかといった感じで背中を押さないとまず売れません。この販売の意思表示をするのがキャプションなわけです。キャプションとは作品のタイトルや作家の名前、作品の値段を表記したカードで絵の下に貼ってあるやつです。そもそも展示している絵を買うことができるかどうかすらお客様が気づかないことが多いのです。特に日本では絵を購入して家に飾るという発想がそもそも頭にない、そんな方も多いので、値段を明記していないと売っていることにすら気づいてもらえないのです。ひょっとしたら絵の下に値段を書いたキャプションを貼るなんてダサい、下品だ、そう感じる方もいるかもしれません。しかしこれは私の意見ですが、この成熟した資本主義の時代に絵が1枚も売れない個展なんて企画としてダサいと思ってしまいます。まあもちろん原画の販売以外でマネタイズする仕掛けがある場合は絵は売れなくても良いのかもしれません。しかしそういったケースは珍しいと思います。あなたが最高の1枚を描くために絵の具を買いに行くときに財布を握りしめて画材屋に行くはずです。あなたが本気で作家活動を続け素晴らしい作品を生み続けるためにも、しっかり売れる仕組みを作ることが大切なのです。画家とはいえ純朴ぶっていてはいけません。
そして次ができるだけ会場にいて接客をすることです。これが最後のアドバイスです。作家が会場にいて作品を解説するだけで絵が売れる確率は何倍も上がります。実際にずっと会場にいるとよくわかるのですが、気になる絵の前でじっと絵を眺め購入しようか迷っているお客様が時々いらっしゃいます。そういったお客様は1人や2人ではありません。1週間の会期なら場所にもよりますが、少なくとも10人くらいはそういうお客さんがいると思います。そんなお客様が来た時、会場に誰もいなければ多くの場合、まあ今回は買わなくていいかという感じで購入を諦めて帰ってしまうわけです。こういう惜しいお客様の背中を押すことが大切なのです。これができる作家とできない作家で大きく結果が変わるわけです。少なくとも個展の会期中の土日は会場にいると多くのチャンスを得ることができるでしょう。少ないお客様に安くないお値段で販売。さてさて、個展で絵を売る上で重要なポイントが見えてきたでしょうか。我々のような無名の画家が絵を売って確実に売り上げを伸ばしていく上での鉄則は、少ないお客様に安くないお値段で販売する、これなのです。個展の会期中に会場にやってくるお客様の数には限りがあります。そしてその中であなたの作品をお金を払ってでも欲しいと思ってくださるお客様はとても少ないのです。そんな少ないお客様を相手にしたビジネスで安売りは絶対 NG です。安い値段で大量のお客様に売る薄利多売のやり方ができるのは芸能人クラスの知名度の画家だけなのです。そして多くの場合、画家さんが絵を安売りしてしまうのは罪悪感が原因であることが多いです。自分が好きで描いた絵をそんな高い値段で売るなんて怖くてできない、こう思うわけです。しかしこのやり方で作家活動を続けていけるわけがありません。毎年赤字続きで個展が開けなくなる日がやってくるでしょう。自分でやった値段設定で自分の首を絞めているわけです。少ないお客様に安くないお値段で販売する、この鉄則を覚えていてください。さてここでちょっとした私の失敗談を紹介します。実はここまで5体操なことを語ってきましたが、私自身もポストカードを販売していたせいで、小さい絵ばかりを売っていたせいで、絵を安売りしすぎたせいで、売り上げを伸ばし損なって、売れても売れなくても、お客様が来ても来なくても、常に時間もお金もない、みたいな残念な状態だったことがあります。なので最近では安い値段でのグッズやポストカードの販売はしないようにしています。複製画でうまくいく人。で、最後に今回の話と関連する小話を一つ紹介します。これも絵を売っていきたい画家さんの役に立つ情報なので、ぜひ最後まで聞いていってください。画家を目指す方からこんな質問をよくいただきます。どうしてもジークレイ、複製画の販売などで枚数を売ることを考えてしまいます。どうすれば複製画やグッズを売ることができるでしょうか。こういった質問です。複製画の販売で成功している画家さんは実際何名もいらっしゃいます。しかし、うまくいっている彼らがどのように売っているのかを知らずに、なんとなく真似しても絶対にうまくいきません。結論から言えば、個展で絵を売る上で複製画の販売はおすすめしません。理由は今回お話ししたグッズ販売やポストカードを売らない方が絵が売れるという話と同じです。リアルの場で個展を開き絵を売る場合、もし複製画がなければ原画を買ったお客様を取りこぼすことになるのです。複製画の販売でうまくいっている画家さんはリアルの場での販売や集客ではなく、オンライン上での集客や販売を前提にやっている場合が多いです。オンライン上にファンが集まって絵が販売できる仕組みを持っているわけです。こういった仕組みを持っていないのに複製画の販売をやるのはあまりお勧めしません。もちろん原画は売らず、複製画やグッズの販売のみでいくというのも一つの選択肢だとは思います。しかしこれは強者の戦略なのです。すでに無数のファンがいる画家しかうまくいかないのです。芸能人や美術史の本に名前が載っているレベルのぶっこ作家、美術雑誌の表紙を飾るレベルの人気作家など、圧倒的な知名度がすでにある画家であったり、インターネット上で圧倒的な影響力を持つ YouTuber のような、いわゆるインフルエンサーのように、何らかの方法で膨大な数のファンを抱えている画家でなければうまくいかないでしょう。実際私の知り合いの作家が何人か有名百貨店のホームページで複製画を販売していますが、結果は残酷で、すでに知名度のある有名作家は飛ぶように売れていますが、そうでない作家は抜群にうまいのに1枚も売れないという状況になっています。現在あなたの絵をまず1枚売るための無料の講義動画をプレゼントしております。ぜひ動画下の説明欄のリンクから LINE の友達登録をしてみてください。今回の動画が役に立ったら、ぜひ高評価とチャンネル登録をお願いします。それではまた次回まで、さようなら。